客さんを自分から断ったエピソードが聞きたいです。ありますね。ほぼ自習しそうな感じやって、向こうも乗り気で、ただあんまいいお客さんじゃないなって感覚はあった。ゴリゴリの営業会社で、とにかく売上上げろ利益上げろみたいなところだったんですけど、その社長がねポロッと言ったんですよ。社員のことをね兵隊って言ったんですよね。もうこれ言った瞬間に僕ないなと思ったんで、企画書の提案をしなかった。やっぱりこう人を大切にしない会社とはね取引したくないんです。全てが完璧じゃなくていいんですけど、契約する際に、全然課題はあっていいです。ただ何が大事かっつったら、課題に対してこうクリアしていこうとか、自分たちで変化していこうっていう気概があるかないか、これはもう経営トップにあるかないかが一番大きな見極めポイントなんで、そこをしっかり見た上で判断をするようにしてます。この番組ではこのようにビジネスに役立つ情報を配信しています。よろしければチャンネル登録、そして高評価低評価どちらでも結構ですので、必ず今すぐ押していただいて終わっていただけるようにお願いします。